今日も元気な健康体クルリンです。今日もまたアブローラーちょっとやってみたいと思います。で、今日はですね、こういうタイプのローラー使いますね。これでちょっと片手アブローラーチャレンジしてみたいと思います。まだでも始めたばかりなんで、足を大きく開くあの3点アブローラーでちょっとやってみたいと思いますので、では行ってみようか。いや、めちゃくちゃきついね。これ、まあ、このアブローラーがないって人は、タオルを使ってフローリングだと滑らしてやっても、まあタオルの方が強度は若干低くなります。いや、これも今は大股でもう3点ポジションでやりましたけど、徐々に足幅を狭くしていって、やがては片手片足でできるようにちょっと頑張ってみます。はい、では今日はこんな感じで、バイバイ。うん、こっちの方が若干強度は低いですね。